こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。サツコさん、ありがとうございます。アル団長、友達からこのネタが来ましたよ。手順は1、サイト4の風化船に行く。2、モグラ攻撃が来たら1、2、3、4くらい数えて歩きながら水没しようとします。3、サメ先生に乗る感じにすると。4、吹っ飛ぶ風化吹っ飛ぶバグと検索すると出てきます。調査ヨロピコだそうです。ヨロピコだなんて気楽ですよね。それじゃあ調査ヨロピコバイチャーんだ最後なんだ、アラレちゃん世代なのかな。でありがとうございます。というわけで、なんかね、吹っ飛ぶバグがあるみたいなんでちょっとやってみましょうか。はい、要はモグラ攻撃の時に水没と1234ぐらい数えてたけ、まあ多分下から来る時に水没しようとしたら吹っ飛ぶってことやな。誰が吹っ飛ぶんだろうね。先生が吹っ飛ぶんかね。風花が吹っ飛ぶんかな。ちょっとやってみようか。水没ってことは結構あれか、こっち側におった方がいいんかな。あ、危ない危ない、普通に落ちちゃった。下から来るよ、気をつけて。これでこの水没の時にっていうことかな。何が吹っ飛ぶって書いてあった。4、吹っ飛ぶか。何が吹っ飛ぶか書いてないな。まあ、多分先制系だよね。ストーリーこうか、こうして。いや、むずいなぁ。ここか。ここで1、2、3、4って数えにいけんのか。なるほど、なるほど。ちょっと、むずいね。あれしよう。一回、調査しよう。水没、ここの線。ああ、違う。あそこで死ぬのね。はいはいはい。なるほどね。もう無限やり直しじゃ。この、ここ、下にちょっとうっすらあるところは考えなかったね。すぐ死ぬけ。この、水の縁だ、本当に。1,2,3,4 はは、1,2,3,4 パクリだけ、1,2,3,4ジャポンにすればいいってことね。いけるか。多分先生が下から来るところに水没だけ、どうにかなって先生がめっちゃ吹っ飛ぶんじゃない。1,2,3,4むずくね。2,3,4。いや、むずい。でもやりたいな。先生ぶっ飛ばしたいぜ。1,2、これで、こう。あー、落ちたな。ちょっと早かった。あれ？ブシャーンってなったね、今。起きたー1,2,3,4。いけ！違うの？それまではこの、ブレードをイカロールで跳ね返す練習しよう。ブエやめてくれ。何？三四、ほい。三四、ほい。2,3,4。早い。くい。食われてる。4。うわー！いやー、来ないで！うわー！ぼや。上手映画。やりすぎで頭がおかしくなっちゃったよ。隊長、サメが来てます。何、どこだ。お、12時の方向です。うわー、ボーって普通に落ちた。やっぱ見た方がいいのかな、動画を。動画なのか知らないけれども、検索した方がいいのか。しかしなんか検索したら結果も出てくるけやね。そうなると、驚きんぐが薄れんぐじゃん。ららやべ、こっちか。これダメだな。なんでやねん。わかってる。欲しいんでしょ。つやにゃかな。この口見る。食われてんだよな。溺れてんのに食われてんだよな。それはまた別のお話。サメだよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90
なんだ今なんかちょっとなん、ん？うわーおわーおわー俺だ俺が飛んだ俺が今じゃん見た撮れてる録画してるよかった。いやもうやりすぎてさもうやめようかと思った。何今の俺だ俺じゃん飛ぶの。先生じゃないじゃん、風花じゃないじゃん、俺じゃん。待て、忘れないうちにもう一度、俺だよ。うわー、ほら、俺が飛んでる、俺が、ほら。うえ、なんか俺じゃん。ちょ、検索してみよう。結構いろんな動画あったわ。そしてみんな、プレイヤーが飛んどった。わらみぼちさんが声出ししとった。俺はそこにびっくりしたわ。なんだ先生吹っ飛びバグ、風花吹っ飛びバグと言いながら、吹っ飛ばされるバグか。なるほどね。びっくりしたな。1、2、3、おい、しぼん。でもそういう感じだった。原理は謎です。これって、モグラの攻撃と一緒じゃん。モグラも飛ぶんかな？どこがあれかな？あ、でも同じ音がするな。ピヨ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 。ピヨ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 。うわ、早いな。うわぁ、ダメかな？ふっ、うわぁ。あ、ダメだな。うや。これ水没するかな？あー、違うの、クマさん。違うの、クマさん。俺は苦戦などしていないよ。うやー。あれ？これ見つかってないんだよね、モグラに。新たなバグを発見した。奇跡の生存っていう皆さんこれ奇跡の生存っていうバグです。モグラの上に立ってます。うわー落とされた。モグラはなんか修正されてそうな気がするね。なんかあったような気がする。サーモンランどうたらこうたらで多分ね、ヒーローモードって修正されんじゃん。じゃけ治ってないのかなみたいな。多分モグラで飛ぶみたいなのは見たことあった気がするな。で多分それ修正されたよね、おそらく。そうじゃろう。オーケー。ちょっとむずかったな。久々に諦めようかと思ったわ。オッケー。じゃじゃん。岩田さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。またら6歳の娘が発見しました。また6歳の娘が発見しましたかな。スプラ3のロビーの大きいモニター画面にジャンプして、サブウェポンのスプリンクラーをつけると、インクの雨が降ります。もうアップしていたら申し訳ございません。申し訳ありません。アルさん、家族で応援しています。お、ありがとうございます。大好きです。ありがとう。僕もみんなが大好きです。スプリンクラーを、ここに、えい。あれ。はい。で、あ、ほんとだ。雨が降ってる。こういうのでいいんだよ。ね、微笑ましいじゃん、これ。これって、ちょっと試したいことができた。スプリンクラー付きの傘ってあるっけ？傘ないのか。傘あるやん！パラシェルターがスプリンクラーだ。もらってくぜ。装備しよう。これで、どっか適当なところに貼り付けて、ちょっと降りるか。ここは一回降りて、このところとかに貼り付けれて、ほら、この辺にピッて貼り付けるじゃん。で、ここで、撮影。で、網を呼び出します。で、ポーズ変えれるけん。見て。雨宿り団長。でも、座っとるけん、あんま意味ないね。顔白。
団長顔白。あ、でもなんか、いいじゃん、いいじゃん。これ、他のポーズ。ちょっと待ってよ。飯田ちゃん濡れてるけど。これいいね。飯田ちゃん入れてあげてよ。団長。半分余ってんでしょうかさ。団長ひどいな。飯田ちゃんも困った、困り眉になってますね。これです。入れてあげてほしいな。これ微妙な関係の二人。あいあい傘するまでではないものの、団長はちょっと飯田ちゃんのことが気になっていて、入れてあげたいけれども、あいあい傘をすると周りから冷やかされる。みたいな。のもできますね。あ、面白いこれ。ありがとうございます。カメラじゃない、家族で見ていただいてね。ありがとうございます。これからもこういうのほほんとしたね、小ネタも取り扱っていきますのでね、教えてください。マシマシ。さっきの、フットビーはちょっと、久々に結構時間かかったわ。もう、なんか、検索したら出てきますよって書いてなかったらガセ扱いしようかな。もうボツにしようかなっていうぐらい、なかなかできんかったけど。いいね、これはね。貼り付けて、下で、雨だっていう、ね。雨が降ってきたなぁ、みたいなね。こういう感じでもいいもんね。よし、OK! じゃじゃん。大沢さん、ありがとうございます。R さん、サイト 6-2 がクリアできないのでアドバイス欲しいです。任せんしゃいよ。登る、下る、下る、登る、高台生活の贅沢なルーティン。すぐ行くのが一番難しいのかな。ちょっとわからんけど、これでやってみよう。どんなとこだった？あー、ここか。はい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 。なるほど。もうね、ここに出てきますよね。で、出てきたらすぐ撃つ。何？バッテリーが少ない。どういうことだ？でももうダメージ食らってもいいけんね。そしたらこの射程が長い、スクイックリンが一番いいかもしれない。あ、で、ここね。はい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 。おるおる。タックンとかおるよね。おりがち。で、タックンは、空いた瞬間すぐ、やりましょう。タックン、行きなさい。で、後ろから回ると楽だったよ。で、後ろから回るのが正規ルートかな。で、こう、途中倒しながら、あいつも射程の外からやればね、バイタコなんて。でももうバイタコなんて、ダメージ食らってもよければ。うわぁすぐ、やっていきましょう。逃さないよ上からやろうよーし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 、ほいー、一人ずつね殉職させていきましょう。で、ここはこのこれでいったらかっこいいんじゃない、このチャージキープアンド、あら、アンドナッシュ、忘れられたチャージキープコナン縛りが出てきた。約束のチャージキープと忘れられたチャージキープ、これ2本同時放映。タックンへの集中砲火。お、急に現れたタックン。曲がり角のタクを上からズドン、上からズドン。よし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 。で、まあ、食らってしまったらこういう風に一回一回ね回復していけば、こういう敵が強いところはねいけるんで。え、トルネード？あー、なるほど。あそこに思いっきりぶつけてみよう。オッケー。まだ生きてるな。よーし。これなんかあるんかね、あっち。特になんもないか。っていう感じでやってみたらいけるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。パチンって言って、ぴょーんですね。オッケー。コロコロマスターの旅、略してコロマス。これはですね、ローラーのコロコロのみでヒーローモードをクリアしようという、縛りと、コナンの映画のサブタイトルみたいな技名をつけながら行くという画期的な縛り企画でございます。今日のステージは
どこでしょうか。一日ね、一ステージごとやりよって、前回は、2のボスを倒したんで、3だね。3の10。見回り先生、タコボトローラー。気分徘徊、気分は徘徊。行ってみよう。さあ行きますよ。真夜中の決戦。行こう。スタート直後のハイジャンプ。バイーン。よーし。スポンジの中の小悪魔。オッケー。それから、往復の足、タコ。よーし。さあ来たよ来たよ。あー出た。空中浮遊の顔。顔面。顔面の空中浮遊。怖いな。顔面の空中浮遊は、でも敵を全員倒さないといけないから、まだら模様のライバル。あー潜ろう。怖っ。空中浮遊の顔面。顔面の空中浮遊が怖い。あいつ倒せんよね。倒せない敵はまあスルーで OK だけど、コロコロでいかにいけんけ。ここはもうこれで登るしかない。ヒューン。よし。よし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 。イカ登りが欲しい。こんな時にイカ登りがあれば。封印されしイカ登り。タッチ。これはダイレクトアタックが当たるか？よし、ダイレクトアタック当たった。よし。奇跡のダイレクトアタック。潜伏。臆病者たちの潜伏。よーし。肥大化した像を。八つ当たりング。ここはむずいぞ。ダイレクトアタックせんにゃいけんな。一旦やりそうそう。必ず戻ってくる。で、ダイレクトアタック。よし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 。よしよしよし。ダイレクトアタック。うぅーくそ、あっちのタコもいるのか。なかなかおもろいやないか、このステージは。よし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 。起きさせといて。で、夜回り先生あっちね。夜回り先生行ったときに、ここ登り。で、肥大化した像をやり、あー。自然落下。真夜中の自然落下して、で、これで、ちょっとちょっとこう、こうじゃない？こう、こう、こう、こう。よっしゃよっしゃ！はぁ。101人目の対決。うわ、危ない。よっしゃー！回り込みのマサ。危ない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 。やめてやめてやめて。セーフ。息を呑む、決戦。よし。木箱たちの宴。で、鍵。で、君ね。台風ハリケーン！ポッ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 。みんな、台風ハリケーンを待っていてね。やばい、見つかった！鳴り響く警告音。からの大脱走。よし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 。オッケー、ここ、結構難関だったんじゃないかな。よし。うわー、でもね、ここか。はい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 。決死のダイレクトアタック。決死のダイレクトアタック2。決死のダイレクトアタック3の3部作でお送りしました。4。4はあまり売れなかった。あいつは、ど真ん中のターゲット。うーん、よっしゃ。あれ、これもダイレクトアタックいけるかな？でも、ダイレクトアタックが当たんないと、おいら。おいらおいらおいらねえかわされたダイレクトアタック。では、決死のダイレクトアタック1、2、3、3部作を見ていって、で、そこからの、ボーリングコース。真夜中のボーリングコース。これな、当たる？これ、ダイレクト。ちょっと突っ込んでみようか。いやー、いくらは取れるが、当たらないよ。おー、いけた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 。ここいければできる。よし。こうして、うわー！農民たちの一揆。よしよしよし。で、ここは、一旦潜伏をかまし、
あいつが後ろを向くまで待つ。後ろ向きのターゲット。ねえ、交換して。農民たちの息。農民たちの息。おりゃー、よし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 。で、むず。むず。ここ、これ無理じゃない？当たるかな？うわー！反逆の木箱。くそー、あいつ、反逆者だったのか。結構むずかったんだけどな。この、決死のダイビングアタックからの三部作。で、ボーリングコース。ここ、ボーリングレーンね。よし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 。で、潜伏回復&、うりゃ。台風ハリケーン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 。当たんないのよ。意外に。いて。お願い。よし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 。結構な、怖いね。で、行って、農民たちの一騎。やばい、あーやべ。初ゲームオービーじゃ。いや、そんなことないな。あったな。死のゲームオーバーって名付けた気がする。さあ、戻ってきました。ここの、ダイレクトアタック3部作を超えて。まあ、ここはね、意外に簡単だからいいとして。で、ボーリングレーン。グイーンって行って、ここなんですよね。ここ結構ダイレクトアタックが。こっちから行くか。ダイレクトアタック、オッケー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 。こんだけでかくなれば、ダイレクトアタックも当たりやすいし。で、こっちの彼だけを倒せばいいんじゃないかな。農民たちの一騎。怒りの一騎。よし。で、これ先に反逆者を潰しとく。で、ここだよね。ここは多分これなんじゃない？ここまで登り。ダイレクトアタック。うわぁ。決死のダイレクトアタック。オッケー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 。よしよしよし。よくでかくなった。よくでかくなったぞ。で、やっべ、うわぁ、そこもいるのか。どうするか。でもここもう一回乗ってしまえば、こういうことも可能なんで。だってバシャってやるのはしょうがないけね。うわぁ、細。橋上のビッグブリッジの決戦。え、なんか違うな。ビッグブリッジの決戦、しょうがない、これは。でで、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 オッケー。でで、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 で。わからない人は、ファイナルファンタジー5をやりましょう。僕はやったことありません。やったことないけど、この曲は知っているというね。ビッグブリッジの人。ギルガメッシュですよ。あ、やべ。運命の逆回転。運命の逆時計回り。ウェーン。てててててて。おらおら。命日。見つかってる？見つかってる？え？あ、こんわ。しらばっくれる、私。よし。で、ダイレクトアタック5。ダイレクトアタック6。なんと6部作になりました。だいぶ売れましたね。で、命日。うん。うわ。自らの命日。よし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 。いけた。こっから先はもう余裕な気がする。あんまり何もないはず。上まで塗って、こっからチャポチャポでいくよ。よしよしよし。で、買うかな、これ。うわ！やべ！構えていかんでいいんか。別に。よしよしよし。よしよしよし。構えとったらすげえ跳ね返ったわ。どっちに行くんだ？あれか。あ、でもこれ、イカジャンプできんもんな。ふぅーん、いけた。全然余裕ですわ。はは。さあ、登り。余裕の微笑み。で、あそこだな。出会い頭の転校生、わしゃー、転校生2、オッケー、二人もいました、転校生が。よし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 。こうしてね。なるほど。豪雨の災い。バリン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 、バリンバリンバリン。これもう飛ぶところあったよね、ほら。こういう風に。敵もおらんかったはずなんだが、ちょっとイクラを回収しようか。あ、やべ、なくなった。
回復させておいて、バリ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 ーン、よしよしよし。よしよし。バリ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 ーン。台風ハリケーンが火を吹く。で、なるほど。ここはダイレクトアタック、7、8、めちゃめちゃシリーズになった。9、10、やべえ、ダイレクトアタックが、10、11、12、13、14、見つかってる？待て待て、その、やめろやめろ、じゃあもう、チュイン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 って、やめて。フィフス、あ、なくなってる、なくなってる。フィフス、16、17、なんと17部作。前代未聞の。オッケー、ナイス、よしよし。オッケー、皆さんご視聴ありがとうございます。こんな感じで、このチャンネルでですね、皆様のコメントをもとに動画を作っていますので、何か面白い現象とかね、小ネタとか、噂とかあったら、YouTube のコメントに書いてください。団長、私が調査に行くかもしれません。で、その際にはね、ぜひチャンネル登録をして、お待ちいただければなと思いますので、よろしくお願いします。なんと、僕のチャンネルを見ていただいている方、全員が登録してくれれば、200万人を突破するという、数字が出ております。なので、まあ、10分の1の方がね、登録してくれているよっていう方なんで、残りの9割の方、ぜひそこのチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ、にっこりします。じゃねー、バイバイ。にこ？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 ね。分かってる、欲しいでしょ、艶やかなこの唇、柔な男の子、引きつける息をの無ほどに甘い蜜、分かってる、